ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。山田でございます。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりじゃないですか、本当に。いや、あのね、はい、まあ実は、まあ今日、はい、いよいよ第一次予選でございますけれども、はい、会場の近くの公園なんですけど、はい、すごいですね。見ての通り、ね、練習やってます。というわけで僕たちもね、はい、そうですね、練習しないと。今日気合い入れてきましたから。あ、本当だ。6ミリになる。かわいい、本当に。まあまあということでね、はい、これから練習を、はい、ある程度してもらって、はい、本番に挑みましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。1 0点。ガラ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 ピシャ。よし、メロ席につけ。次は始まった。前説学校へようこそ。そうそう、とりじゃあ次、録画録音は。ブレレ高額か、お前。アングリー。なんで怒った？アングリー。俺が怒りたい。ハングリー。俺は腹減ってね。知らないよ。I'm hungry。 そういう感じで前説はやってこうよって俺の教えだよ。以上、講師の先生をお呼びします。え、これ本域のスピード？本域のスピードです、ね、スピードだったら、一番最初、カオルちゃん、これの授業だ、前説の授業をするっていうのはもうゆっくりやった方がいいと思うよ。ああ、よしって、ちょっとゆっくりめに入ってきてもらって、でこれ、え、な、何が始まったって、お客さん多分追いついてない、追いつかない、うん、早すぎて。あれは、あれは、あれはダメ。バカな野郎だぜ。いいかもしれない。ニヒルな殺し屋。ニヒルな殺し屋。お前らバンバンバンって。ピュンバン。バカな野郎だぜ。お前ら本当に分かったの？それやろうか。ね、それで。バカな野郎だぜ。いいかお前ら。気持ちいい。どういうこと？差し伸べ程度でいい。こうやってくるんじゃないよ、気持ち悪いな、本当に。でもね、そのぐらい前ずっとガンガン盛り上げてこうやって俺の話だよ。以上、講師の先生をお呼びします。こっちが。あ、今完璧だったじゃん。80点。お最後のっていう話なんだよって、落ちんところもはゆっくりっていいから。ああ、そこまではスピードバーっていかなくていい。そこになったらもう緩やかに終わるっていう。あ、そういう落ちねっていう。あ、この前説の先生のがこれから来る前説をやってたのねみたいな落ちが最後聞ければ綺麗に締まる。今回さじ加減がキングオブコントに出るんですけど、賞賛はありますかね？ない。勝てない。あ、そうですか。あいつらですよね。勝てないですか？いや、無理。いや、でも奴ら決勝まで行くって言ってるんですけど。無理。あ、取材拒否ですか？すみません。質問にバンバン答えるように。オーケーですか？よいしょ。よし、じゃあまず飲食は。バン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 答えろって言う。揚げ足を取られましたね。つまんないです。うるさいな。飲食は禁止って言って。せーの、飲食は禁止。そうそう。じゃあ次、もうそれぐらい前説からバンバン盛り上げてこようって俺の話だよ。以上、講師の先生をお呼びします。1分、45秒。ん？ Great, great, great! よし、行こう。じゃあ、それでは、最終稽古も終了しましたんで、今から敵地、敵地、いや、味方にするからね。味方にしますけれども、ブリッツに行ってきます。そうですね。ブリッツでブリッツ行きますか。ブリッツ行きましょう。はい、ブリッツしていきましょう。行きましょう。行きましょう。行ってきます。行きます。勝ち取ろう。
ブートになってるという情報が入ってきます。じゃあそうでしょう。そうですね、真剣勝負ですから。頼まれない。まあ僕らに僕も村上薫という人間がいますから。下のしおるんだもん。あ、俺ここまでだ。うん、ここで別れだ。あら、むしろ一緒行きましょうよ。いやいや、でもね、稽古何回か見たけど、まあ舞台の方が一番全力を出したような気がするね、俺ね。本当にミスもなかったと思うし、タイムもちゃんと2分以内に収まってたしね。ミスは、はい。うん。いや、良かったと思う。良かったと思うんだけれども、まあさらに上がいる可能性もある。そうですね。結果はね、結果も今夜。もうすぐ出ちゃうんだけど、はい、まあ、先にねこの動画が流れる前にも結果はみんな分かっちゃってるんだけど、どういうことになってるんでしょうか。今めっちゃドキドキなんで、うん、笑ってる時は笑ってた審査員さんは。じゃあ僕たちの時は一切笑ってない。一切笑ってない。一切笑ってない。合格だよ。一切笑ってないんだけど、じゃあ俺こういうのの基準って分かんないんだよね。審査員が笑ったから合格ってわけではないと思う。あ、うん、あれこいつらちょっとすげえんじゃねって圧倒されて合格っていう。真剣にグッと見た。そうそうそう、そういう前向きな意見を一応残しとく俺は。いやでも淡い期待いらないんで、うん、そうね、全然面白くなかったということで。笑ってなかったからね。面白くなかったっていうよりはまあ、一番は出せたっていう、うん、ベストは尽くしたっていう感じはちょっと舞台上で見えたなっていう。1000万何に使おう。そっちの泣きだったんだ、うん。ただそう、もしその1000万っていう話になってくるんだったら、このネタではちょっと無理かな、まあ、また別のネタで勝負しないと。本当にシンプルで分かりやすいもの、シンプルで分かりやすい、うん、っていう。ちょっと分かりましたね、1回戦で、うん、あ、ここ限度だなって、うん、このネタここ限度だなって。そうだから、あの役者としてはねすごくベストが出たなっていう感じはしたんだけども、うん、じゃあお笑いっていう世界になるとまたお芝居とは別なんだなっていうのを俺はすごく感じた。うーん、
ただなんか一歩前進したなっていう感じはしたね、最近ね、うん、そうだね、次はなんかもうちょっと練ったやつを作ります、うん、そうだね、あのいや、ね、練りすぎるってもうダメなんだよ、いろんなもの投入するんじゃなくて、もう本当コンセプト、例えばお相撲さんが美容院みたいな、そう分かりやすい、うん、あ、ゴリラにバナナみたいな、ね、そうそうそう、なんかそういうなんで俺基準なの、何かと何かのコラボっていうネタを作るんだ、例えばジュースの自動販売機があるけれども、自動販売機といえばジュースとかタバコだけども、その自動販売機に何か別のものが売られていたらっていう、もしもシリーズみたいな感じでネタを作っていくと、まあまた面白くなるんじゃないかなみたいな、例えば何かその、うん、前説なら前説で、もしもこんなシーンで前説があったらみたいなっていうのが定番で受けるとは思う、例えばね、例えばの話やけどね、要はああいうもしもシリーズっていうのが、まあ、コントの定番だったりはするよね、うん、一個ちょっと最近やってたのが、うん、あの自爆霊がホームレスだったらみたいな話なんですよ、あなんかそういうので、あとウェザー様ウェザー様はいいやウェザー様はなしにしよう、なんで、君が大批判するからいやでも今日の空気見たら分かるだろウェザー様行きます次はウェザー様、まあもう一ひねり欲しいけどね、うん、なんかやっぱもしもシリーズちょっと作ってみたいな、もしもシリーズちょっと考えてみます、うん、はい、しかも分かりやすいですね、分かりやすさ、分かりやすさはやっぱ追求していこうっていう感じはした、うん、まあ定番から攻めてって、でオリジナルをどんどん増やしていくっていうやり方も、定番をやったことがないです、そうだね、確かにそうだね、お笑いの定番といえばっていうのをちょっと研究してみるのはありかも、そうですね、うん、今日周り見て結構勉強にもなって、まあまあじゃあ結果はあのホームページで確認しましょう、はい、皆さん見てください、まあね、見てください、あの、はい、もう多分見られてると思いますけどね、もう見てると思いますけどねどうなってるか今夜発表なんで、で一応ねそれをあのツイッターでリプしてください、お前ら結局あったじゃんなかったじゃんみたいな、ああ確かにね、今日の夜ね、あもうこれ発表されてる時はもう特に発表されてるのか、そうだよこれが出るよ、じゃあもういいよ、まあ、あと本当にね、このクソ暑い中ね、わざわざこんなたった2分のために見に来てくれた方も何人かいらっしゃいますよね、本当お礼を言ってください、せーの、ありがとうございました。